第2回では美濃桃山島の誕生と蟹が果たした役割について解説しました。今回は桃山島の解説と伝製品について解説します。美濃桃山島とは、安土桃山時代から江戸時代の初め頃まで焼かれた陶器で、瀬戸黒、黄瀬戸、志野、織部などがあります。まずは桃山島を焼いた釜を見てみましょう。美濃桃山島のうち、瀬戸黒、黄瀬戸、志野は大釜という釜で焼かれます。大釜は地上または半地下式に作り、壁や天井などを作りつけます。焚き口で火を焚き、分煙柱で天井を支え、小分煙柱で熱を全体に行き渡らせる構造になります。それまでは製品を直接重ねて焼いていたのですが、煙ごろという器に入れ、焼くときに倒れるのを防ぎ、大切に焼くようになります。これは荒川豊造が使っていた釜で、約400年前の大釜を復元した釜になります。このように地上式になったため、横には取り出し口がつきます。焼く際にはこの部分を粘土等で塞ぎます。約400年前の大釜は、釜を使っている途中に天井が落ちると大修理が必要になりますが、新しく釜を作り変えることもあったのでしょう。釜が壊れるか、周りに燃料となる木がなくなるかによって、陶工たちは移動していったようです。大釜で美濃桃山島が焼かれていたのは20年間程度です。牟田原では4つの釜跡が発見されていますので、1つの釜を使っていたとしたら5年間程度だったのでしょうか。あるいは2つの釜を同時に使っていたのでしょうか。そのあたりは不明です。美濃桃山島の中でも、織部は大釜の次に登場した連棒式登り釜という釜で焼かれます。連棒式登り釜は16世紀末に朝鮮半島の陶工が北九州に伝えたと言われています。美濃では17世紀に入ってから作られ、一番初めに作られたのが時氏の元屋式雇用と言われています。連棒式登り釜の導入により、大釜が一部屋だったのに比べ、小さな部屋がたくさん作られるようになり、生産量が爆発的に増えます。連棒式登り釜は江戸時代から明治の頃まで使われており、市内では大平や大ヶ谷といったところに見られます。それではそれぞれの桃山島について見ていきましょう。瀬戸黒は焼成中に釜から引き出し、水をつけるなど急冷させて黒く発色させた陶器になります。別名引き出し黒とも言われています。鉄釉はそのまま釜の中でゆっくり冷やすと茶色に発色しますが、急冷させると黒く発色します。瀬戸黒は茶碗の形しかありません。これは千の利休の楽茶碗の影響が見られます。楽茶碗には赤い赤楽と黒い楽茶碗があり、瀬戸黒は黒い楽茶碗の影響を受けたと考えられます。高台や作り方によって多少の時期の違いが見られます。伝製品には高台を削り出して作ったものがほとんどですが、まれに高台をつけて作ったものがあります。高台部分をつけるものは古く、高台を削り出したり木面を面取りするものは新しいものと考えられます。黄瀬戸というのは草木の灰を釉薬に使い、黄
黄色の色味を特徴とする焼き物になります。印花というスタンプの技法を使ったり、線刻で草花などを描いたり、緑色の短パンをつけたりもします。キセトは向こう漬けや鉢など器の形は様々であり、中国の河南地方の焼き物の影響を受けたと言われています。シノは長石を粉末にした釉薬をかけた白い陶器です。白い器というのは中国に白磁というのがありますが、日本ではうまく真似ることができませんでした。日本で初めて釉薬をかけた白い陶器がシノになります。また下絵として筆で草や木などの文様が描かれたのはシノが初めてであり、これは画期的なことでした。今まではヘラで描いた絵でシンプルなものが多かったのですが、器を楽しむためにさまざまな絵が描かれるようになります。シノには絵を描いた絵シノや鉄化粧をした後に描き落としで絵を描き、長石の釉薬をかけたネズミシノなどがあります。灰シノがシノの始まりだと考えられています。シノの文様も初めはシンプルなものが多かったのですが、時代が下るにつれて模様が多くの面に描かれるようになります。また茶碗は抽象的な絵が多いのですが、向こう漬けなどは分かりやすい絵が描かれます。黄色はこのように赤みを指している部分のことを言います。美濃桃山島ではろくろ作りだけではなく型打ちによる製品も見え始めます。型打ちというのは量産化のイメージがありますが、定型化した四角い形を作るという意味で必要だったと考えられます。織部は時氏の元屋敷雇用から焼かれ始めたと言われています。古田織部の指導で創始されたと言われ、織部好みの奇抜で斬新な形や文様を用いた茶器です。銅を使用した緑の釉薬を用いているのも特徴の一つです。織部という名前は後世につけられたものであり、古田織部が関わっていたかどうかは不明な部分もあります。今までの器は左右対称なものが多かったのですが、わざと歪ませたものも生み出され、型打ち製品やたたらによって作られたものも見られます。この緑色やデザインの構成のモデルになったのが中国の河南山彩といわれる陶器です。蟹市には八七田古窯という窯があり、八七田織部という特徴的な製品が作られます。八七田織部というのは緑の釉薬の垂らしがけと石彩が特徴になります。製品で窯跡の名前がついているのは八七田古窯のみになります。美濃で桃山塔が焼かれたのは数十年間だと思われます。この短い間は日本陶磁師の中で最も華やぎ、信長や秀吉が茶の湯を政治に利用したこともあり、陶器に付加価値がついたと思われます。上司からいただいた器を見せることで上司への忠誠心を打ち出す人もいれば、面白い器が手に入ったから客人に見せる人などもいたと思われます。また茶の湯の流行とともに千利休や古田織部といった茶道の働きにより桃山塔などの国産品が好まれたと思われます。古田織部の死後にも将軍に茶の湯を指南する人がおり、その茶道は
織部とは全く異なる白い器を焼くようになります。茶道の交代や流行の変化により織部焼は生産されなくなります。茶の湯は総合芸術と言われますが、これはいろいろな器が作り出されたばかりではなく、料理にも趣向を凝らしたり、茶室や軸、風呂の作り方、釜など様々なことに工夫を凝らすようになったからではないでしょうか。日本人の美的感覚とともに一つ一つの文化や芸術がつながっていくのでしょう。蟹市くくりは美濃桃山島の聖地と言われています。それは約400年前の桃山島の名品を焼いたと言われる場所であり、荒川豊造が当時史を覆す発見をした場所でもあるからです。当時の文化芸術の最先端を担っていたのがこの地であります。それから400年という時が流れ、当時の窯跡が地形を大きく変えることなく残っている貴重な場所でもあります。また荒川豊造をはじめ多くの陶芸家がくくりの地で作陶をしており、名刀を生み出す空気が流れている場所なのです。それでは今回はこの辺りで、また次回お会いしましょう。